はい、はい、どうぞ。リュウタ、いやー、なんかめちゃめちゃ反射するな。はい、というわけで、今日は実写でその川島隆太教授監修脳を鍛える大人の、任天堂スイッチトレーニングをやっていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、反射、やっぱスイッチの反射がすごいなってことで、ここにね、牧場物語の牛さんも見てるんですけど、まあ今日はテストなんでね、やっていこうと思います。ちょっとこれ置くところもさ、ないんだよね。始める。これまあまあいいや、見ちゃいけないところはちょっとなんかで隠します。見えないね、どうしよう。あ、プラチナポイントがもらえます。あー、まあカメラの画面が小さいからね。読めるな。水戸さん、こんにちは。はーい、今日で7日目ですね。7日目らしいです。はーい、これね、100均で買いました。セリアに売ってます。外は寒いですね。メガネが曇ってしまいました。はーい、これさ、私の年齢とかって映る？たまに映る。まあいいんだけどさ、別にさ。じゃあとりあえず脳年齢チェックしていきますか。え、これさ、あんまり見せたくない画面だったら後で消します。ランダムに選ばれた3つのテストで脳年齢。これさ、じゃんけんやりたいのがあるんだよな。今日出るかな。あ、できそう。今ジョイコン R は使えますか。で、これでね、面白いのがあるんですよ。 R を、ジョイコン R を使って画面を横向きにして、最初は後出し勝負テストです。我慢する力を評価します。指認識のコツ、このジョイコンの R をこうやってかざしてじゃんけんしようっていう、ここにね、カメラがついてるらしくて、じゃんけんするやつです。ちょっとこれね、でも反応しないからな。あ、もう触っちゃってるわ。画面の指示に従ってできるだけ早くグーチョキパーのいずれかを、勝負がついたら一旦手を上げて次の手を出します。勝てる手だけではなく負ける手を答える必要もあるのでね。こうん。これ何これ。こういうことだよね。こう向けると認識されないらしいです。てか、こんな風にさ、サーモグラフィーみたいな。あ、手以外のものか。ここ壁、ここにモノクロブのぬいぐるみがあるからちょっと映り込むかもな。髪の毛ついてるわ。よし、無線接続いくぜ。ん？あ、こうじゃんね。こうじゃんね。え？あ、こうだわ。こうじゃない。こうだわ。見える？イエーイ、見えてる？これいろんなもの映ってるからな。ちょっと、でもカメラに映したいな。これでいけるかな？これでやってみます。右手でパーを出してください。おし、オッケー！いけます！いけます！パー！え？あげてるよ。え？あげてるよ。あげてるよ。やばい、もうパーを出しっぱなしみたいになってる。あー、どうしよう。あー、ちょ。はい、パー、うーん、グー。これ映ってる？ちょっとあれだよね。チョキ、うー、パー。パー、チョキ、チョキ、うー、パー。パー、チョキ、うー、チョキ、チョキ。言わなくていいんだけど。パー、うー、パー。パー、パー。あー、映ってたかな。あ、でもいいですよ。これね、ちょっと手間だからあんまりやらないんですけど、いいですね。
ああ疲れた、今ので結構疲れた。ああ抑制力で、これで戻すわけね。はい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 、いいです。次に計算25か、これどうしようかな、どう、これならいけるかな。反射が嫌ですわよね。まあ、これは得意なんでいけますよ、いけますよ。このね、あーだだ、すごい、なんか違うことを書いちゃうから、あれ出力、あれあれ出力、おーびっくりした、頭がおかしくなったかと思った。いやちょっと出力で文字が、いやー早い時は18秒とか行くんですよ。まああんまり早く書きすぎて文字が雑になると認識してくれないっていうあれです。あ、大変、この実況動画大変だ。あ、よし、これは2分の間に、数字の場所を覚えて後で書くっていうやつなんですけど、これはとても苦手。なんかでもね、数字の場所が結構法則性ある時があるんだけど、今回ちょっとないね。あんまりない気がする。1、2、3、4、5、6、7が真ん中で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、あ、3忘れそうだな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、あ、1、2、3、4、5、6、7、8、9で、10は7の下ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ、無理だなこれ、11、12、13、うわ覚えづらい今日これ。17、18、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、11、12、13、17、18、19がここ、いやーこれ無理かもしれん。今日めっちゃ難しい、待ってね、20、21、22、23、24、25、21、25、21、25、21、25、24、ここ23だった、ここが多分20で、14だったかな、で、わ、わわわ、1、2、3、4、5、6、7、うわ、8、9どこだっけ、はぁ、8?8? うわ、9どこだっけ、忘れた。忘れた。忘れたよー。いや、もう書いちゃうものだね、これ。あ、9。で、ここだっけ ?10。あ、13。10どこだ ?10 どこだっけ、いやー、ちょっと待って。17? あ、じゃあこっち17だ。あー、もうやばい。あと何がないんだ。あと何がないんだ、え、10どこだっけ、ん ?10。
え、嘘、10って書いたのに、やべやべやべ、ラッキーラッキーがある。あーすごいわ。え、あと何、1,2,3,4,5,6,7、8,9,10,11?12?12 ってどこだった？12? あ、22?12! 13,14,15,15!15!15!15!15! ちょっと今日難しかった。全問正解はまだ。まだね、24まではいけるんだけどね。数字難しいわ。いや、今日はダメだ。あなたの脳年齢は、いやー、まずまずな脳年齢でしたね、これは。でもご心配なく、あっという間に取り戻せるって。いや、まあ今日はね、取りながらだったから、お、どうした？じゃんけん全然ダメだったってよ。まあじゃんけんの時に、ずっと手が出てると思われてたから認知機能がちょっとダメですねということになった。あ、やめて、実際の年齢言わないで。それでは反抗しましょう。これ実際の年齢出ちゃってるな。はい、こちりー、ハンコが7個になったので、あ、直前写真、え、なんだろう、やってみたい、やってみたいで、ワーキングメモリーで記憶、最初に表示される写真を覚えてから、ん？画面の指示に従って次々と写真をタッチしてください。一つ前の写真を、は？これでわかる？だから覚えて一つ前の写真をタッチしていけばいいのね。覚えました。白熊、まあ、山、まあ、あー、そういうことか。魚、山、うわー、増えてく増えてく増えてく、やばい、どの山だったかとか、ライチョウ、ライチョウか、これ、黄色い花、お湯のふぐり、ラーベンダー、コスモス、う、スズメ、桜、やばい、出てる写真さ、触っちゃいそう、あ、やばい、引っ掛けやめて、で、もう一回ペンギン、あー、魚、わ、どっちの魚とかある、これ、イルカ、やばいやばい、このなんでこんな引っ掛け、いじめないで、うわー、やばいやばい、もうダメだもうダメだ。夕日、あっち向いてるマンボウ、あっち向いてるヤドカリ、こっちからぶら下がってるみかん、うわー、なんだこのハリネズミ、こっちみんな。これなかなかですね。自動車級か。うわー、これでもこれと似たようなのね、もう一個あんだよね。いやー、ちょっと、こういうの苦手。これと一緒ね。ワーキングメモリーを鍛える特別なトレーニング。これさっきのやつの、なんだ、四つ前を答える。図形なんですけど、ちょっとやってみるか。今日のこれやってみるか。四バック。だから、十字。十丸四角三角だから、丸四角三角十だから、四角三角十星だから、波星波丸だから、波星波丸だから、波、
波星波星波丸だから、星波丸波？うん？やばい。星波丸波？星波丸波？波丸波波？波丸波波だから丸波波三角、丸波波三角だから、丸波波三角だから波波三角星、波波三角星だから波三角星波、波三角星波だから波三角星波だから三角星波十、三角星波十だから三角星波十三角、星波十三角、星波十三角だから波十三角波、波十三角波だから十三角波星、十三角波星だから三角波星波、三角波星波星、波星だから星波星波、波星波波、星なみなみなみ、なみなみなみ十、なみなみなみ十だったんだからなみなみ十丸、なみなみ十丸だったんだからなみなみなみ十丸四角、なみ十丸四角、あーなんかこれやってるとさ、涙出てくるんだよな。悲しくなってくる。辛い。なんでこんなに脳みそにストレスを与えなきゃいけない。もうやんねえよ。こんな苦しいこと、やりたくないよ。終わる。はぁ、あー疲れたな。なんか一個もう一個癒される。あー指計算これやったことないな。これも多分ジョイコン R ですよね。あーなんかもう疲れちゃった。もうやめたい。これはどうやるんですか。指の数を計算して0から5のハンドサインでできるだけ早く答えてください。なるほどね。指計算では手は出したまま。おっしゃ、いくぜ。手以外のものが映り込むとよろしくない。パー、パー出してるけど大丈夫。うわー助けて、うわー。3、5、ちょっと待って、1、5、ず、これ次のやつ出してないとダメじゃね。助けて。あー4、5。ちょっと待って。救急させて。待って、うわすごい。これ怖いわ。刈り取られる。あ、でも自動先へなんだね。これ怖い、やりたくない。すごい。面白い。ハンコのデザインができますよということでね。
あー怖かった、なんかもう自分がまだ何もしてないのにどん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 流されてくみたいだった。あー怖かった。あーというわけでね、まあいろいろ他にもトレーニングとかあるんですが、今日はこのぐらいにしておこうと思います。実写動画のテストということでね、やりました。あー意外と面白かった。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。